こちら25年生まれじゃない、うん、25年生まれか、そうそう、あの昭和元年生まれなんですわ、うん、な、うん、だから昭和そのものっていう、うんうんうん、このね、うん、もう面白くない顔、おいちょっと山本太郎さん似てるね、似てる、うん、確かに、うんね、やっぱこれね、あのううのこの時期だと多分、ね、政治に行きたくなる、そういう血が流れてるもん、もうボディービルっていうか体鍛えるの始めてたんで、うん、あれなんですけど、うんうんうん、昔は超ヒョロヒョロの虚弱児で、そうね、うん、まあ、太宰と同じような、はいはい、で、うん、感じだったんですけど、うん、まあ、例えばこれ、うん、まあ、これは自決の、うん、ね、あれですね、まあ、ざっくり何にも三島さんのこと知らない人のためにざっくり言いますと、はい、まあ、日本を代表する純文学の名手ですね。それで、まあ、その日本の持っている美意識みたいなものを書いた方ですね、いわゆるざっくり言うと。だから その、そこにはなんつうのかな、恋愛も入ってくるけど、その自然史観とかそういうものを書いた人で、で有名なのが金閣寺、金閣寺、潮騒、金色、そして仮面の告白、北条の海四部作っていうのあたりが、まあ、有名なんで止まらなくなるんで、で一番有名なのがその日を飛び越えて恋ですね、潮騒の、まあまあまあ潮騒ですね、だからまああれに代表される、うん、あのいわゆるラブコメっぽさみたいな、だから純文学的すぎるがゆえにラブコメに突き抜けてる。 でもあれなんだよね、川端のさ伊豆の踊り子なんかもさ、そうじゃん、そうなん、三島由紀夫は川端康成の弟子なんですね、そう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 、で何、伊豆の踊り子なんて超ラブコメだよ、あれはあのボーイズビーですよ、あれはだから少年マガジンでやっていいやつですよ、あれは、うんうんうん、てかそれの元祖の人たちなんで敷居高くないんで、実はで吉永小百合が、うん、伊豆の踊り子やったんですけど、はい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 、シータね、安成さんが来て、うん、伊豆の踊り子で全裸になるシーンがあるんですよ、風呂入るとき、うんうん、あれもまた可愛いシーンなんだけど、吉永小百合を見て、うん、当時、まあ、10代かな、うん、で、あなたは脱がないでいい、うん、脱がないまんまでいておくれ、うんうん、素敵素敵で、吉永小百合後に安成さん死んだ後のコメントで、うんうん、この世で、うん、も私が出会った中で一番ダンディーな人は、うんうん、川端康成さんでした、はいはい、そのダンディーを引き継ぐ男だからもうダンディーダンディーいろんなところに行っちゃって、もうこれも超面白いから、これバラ加えちゃって、これバラ系って言っちゃダメ、面白いって言っちゃダメ、バラ系っていうあれがあってですね、写真集があるんですよ、三島由紀夫が、これ細江英子っていう、それで日本代表大事なのが、そうそう、まあ、この人短美派って言われて、まあ、いわゆるこういうね、耽美な、まあ、美意識をお持ちだったと。だけど最も大事なのはですね、これ原点になる前に一つ入れなきゃいけないのは、うんうん、要は昭和の始まりで生まれて、昭和から日本というものがどん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 堕落してダメになっていく過程を見ていくっていう歴史で、45歳でそれがピークに達して、このままアメリカになってしまっていいのが日本っていう憂いだわけでね、うんうん、だからこの人たちは、この人は立ち上がれ日本人よと、そして自衛隊よと言って、うん、市ヶ谷駐屯地に行って、それを決起、まあ、要するにクーデターを、まあ、起こそうとして、で結局それが叶わなかったんで自決するというのが一般常識で言われてる、うん、それが45年前の今日なんですね。そうだから冒頭これだったわけですよ、ここ冒頭から始めたんですけど、そうそう、まあ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 、そうなんですよ。で彼が亡くなって堕落しきった世の中の中に俺たちは生きてるわけですよね。だこれはだから、その先の物語、その前、そのだからその堕落する前を知っている男の美意識が作ったコンテンツっていうのが、まあ、三島文学だっていうところ、これをまず押さえてもらえれば大体この後の話っていう、で彼が道徳っていうことについて語ったっていう話がこの後も出てくるっていうことだよね。そうなんです、うん、で、うん、そのまあいわゆる、うん、まあ、ゲイだとか、うん、滑腹自殺しただとか、うん、右翼だとか、うん、まあ、そのイメージは確かに正しいんですよ。で、うん、日本のその美学っていうものに準じたとか、うん、正しいんだけれども、そうじゃない三島由紀夫っていうのがあるんですわ、うん、というか、だから表面的に見てもらいたくないってことだよね。そう、うん、三島の文学って、うん、
革新的な部分っていうのはやっぱ耽美だし、うん、その芸術至上主義なんですよ、うん、でも本当はそれは仮面なんです、うんうんうん、その裏に三島の祈りがあってっていうのはこれはちょっとかなり複雑な話なんで、うん、ここまではやりませんけど、うんうんうん、もうあの何にも知らない読んだことない人にとりあえず三島っての何読んだらいいのっていうとこから今日やるんで、うん、まあこれですね潮騒、うんうん、これはあのまあラブコメですよ、うん、あのもうちょっと真剣になりすぎて爆笑しちゃうっていう、うん、あのギリシャ神話のダニフスとクロエっていうのを、うん、あの元に三島があのイラコの沖のね、うん、あの愛知県のね、うん、あの初島だっけな、うん、っていうところで、うんを舞台にした、うんまあ、ある田舎の男と女の童貞と処女の話、うんうん、っていう初恋の、うんまあ、だからその日を飛び越えてこいでしょ、うんうんうん、昨日買い直したんだけど、これで俺がねやっぱ進めたいのはこの短編集なんですよ、うん、でこれ花盛りの森幽谷っていう春潮文庫の短編集なんだけどあのこれにめちゃくちゃいっぱい入ってると短編がでこの人の凄まじさっていうのはやっぱりねこの短編のバラエティにあってなんか、はあ、これちょっとやっぱ後半にしますか、うんうん、あのねちょっと後半の俺マネーの虎の話をねこれにして、うん、超読みやすいのあれマネーの虎の話超読みやすくてあの短編でこの2つ出てんで無視されたこれとりあえずこれをねあの読んでみてくださいでここで、はいはい、その三島どの三島が好きかっていうのが分かるから、うん、でこの、まあ、初期なんだけど基本的に収録されてるのは、うん、ここからどん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 その三島っていう人がどういうふうに、思想とか、まあ、美学とかが、うん、あと自分の肉体との向き合い方とか社会との向き合い方とか、うん、そういうものにどん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 あの変わっていく、うん、この人生そのものが物語として自ら死を選ぶっていうところまでが一つの完成された彼のね、うんうんうん、舞台だったわけですわ、はいはい、っていうところが三島由紀夫なんでこれちょっと後でもう一回ちょっと言いたいなと思ってる、うん、はい源です。はいどうも。こっからですか奥野さん。あーってこうなんか何かが上がってるのか分かる。ちょっとね、うん、今日はね言葉を選ばないとまずい気がするんだよ、ね、大変だね。そうだね。じゃあ一旦なんかデロッパとか言ってる場合じゃないっていやいやちょっと JB に失礼なことないよお前そういうこと言うとずっとこれかけたまま王城につ い, ついてこう喋ってるあの、はい、三島市を解説するのはできるんですよ、はい、だけどそれやっちゃうとね会員減るから、うんうん、そうねやっぱりね分かりやすい、うんうんうん、いやだから大丈夫減らないようにあの分かりやすくいきましょう、はい、ということで一回ちょっと僕、はい、あのクールダウンしてくるんで、はいはいはい、その間ちょっとしみちゃんコーナーで、じゃあ紹介、はいはい、あもういい大丈夫、はいはいはい、紹介しましょう、はいはい、僕の東京でずっと、はい、あの芝居とかやってた、相方ですね、はい、久世孝臣君です。イエーイ、イエーイ。これちょっと一番面白いやつ出ましたんで、これは、はい、なんかなんて言っていいか分かんないですけど、そうやって呼んでいただいて光栄ですけれども、うん、まあ望むとはいつも対立してきながらも、うん、全く感性合わない。そう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 、え、そうなの、うん、同じ感性なのに。全然違う。だから俺が友達の時に言ってた、うん、あの、うん、全然自分と違うやつと友達になった方が絶対面白いっていう。全然違う、違う派なの。全然違う。へえ、全然違う。長渕と A ちゃんの話もずっとやり続けてきましたけど、うん、もうこいつの定番のネタでずっとやり続けてきました。それも全然合わないし、うん、太宰か三島かっていう話も全然合わないし、うん、どっちかというと三島派で、もう全然太宰派なんですよ。ああ、そうなんだ。そうそうそう。それでお互いちょっとやり合いながらここまで来たっていう中で、ね、うん、ああ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ容赦なく突っ込める感じ。容赦なく突っ込めますよなんならちょっと、見てて気持ち悪いなっていうところもさっきどんどん突っ込みたかったんですけどもうみんな慣れちゃってるから全然突っ込まないからそうだね。あれこれ普通になっちゃってるけど怖い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 、気持ち悪いよ、大丈夫？怖い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 、これ怖い怖い、まあ、セーフじゃないよっていう思うじゃないですか、うん、基本的に2人でいる時とか、うん、まあ、周りに何人もいる時は、うん、大体こっちがボケで俺ツッコミなんで、うん、それ思ってるのお前だけちゃう？いや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 、あれもさゲロッパもそうやったやん。ゲロッパは何やったっけ、
レロッパレロレロあのセックスもしたいなレロ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 って言ってないのに絶対言ってる言ってないのに勝手にレロレロが入ってくるんですよ。いやボビーバーグでしょ。でもレロレロはレロレロってボビーバーグ言ってませんからテレレレってあのギターのあのテレレレっていうおしゃれなやつを勝手にレロレロってすげえウェットにしてしまう。でも聞こえるじゃん、あのファンクが聞こえてるじゃん。レロ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 っていうそんな陽気な関西人をお迎えしてお送りしております。よろしくお願いします。ゲーテンもあるでしょ、ヤングさんで。ということで三島の話を、はい、ちょっとね今日本当テンションのフォーカスがね、うん、合わなくて、うん、もう相当事故りそうなんですけど、うん、大丈夫やっぱり、ね、2人いればブレーキかけない。そうそう大丈夫大丈夫アンチロックブレーキングシステムどんどんやっていったら、そうそう、あ、うん、え何あのクゼの説明もっと しなくていいかいいか。いらないいらない、大丈夫大丈夫、はい、まずですねあの、うん、皆さんにあレーザー書くあれあ書いてる書いてる、うん、はいはい、いいよいいよ、じゃあやってて、はい、やってて、はい、ペンとあれを、はい、あれをください、はい、奥野さんどうぞ、お願いします、はいはい、この短編この真夏の詩っていうのと花盛りの森幽谷っていうこの2つの新潮感でこれとりあえずこれ、うん、これから入ってくれた方がいいですね。あとまあまあ、短編で言えば潮騒も短編ですわ、うん、だからこの3つかな、うん、やっぱし、うん、で胸焼けするわって言われてた大泉洋に似てる、それよく言われる、あよく言われる、ナイス、うん、ナイス、うん、で、例えば幽谷っていうのは、うん、三島が自分で選ぶ、うん、最も自分の文学らしいものを一つ挙げようって言われたら、うん、私はこれを選ぶっつって幽谷っていうこれ 226事件、うんを題材にした226事件で決起する青年将校たちの一人だったはずなのに、うん、あの自分は嫁さんがいるから誘われなかったと、うんうん、で、はいはいはい、そんで取り残された自分だけ死ねなかった男が嫁さんと一緒に割腹自殺するっていう話なんですけど、うんうんうん、まあねもう文体のね、うん、その美しさたるやね、うん、もう凄まじいものがあってグロテスクとか、まあ、いろんな日本語でできる、まあ、マルキド・サドとかあの辺のものの、まあ、集大成がこの幽谷っていうのあれなんでぜひ一度読んでください。もう酔う気持ち悪くない。初期なの？初期じゃない。これはね、67あ5とかあの辺60年代中盤かな、うんうんうん、でまあそれを、まあ、一応タイトル持ってきてるんだけど他にもいろいろあって例えば卵っていう短編があってこれなんかあの男共同生活してる男たちがいてそいつらがなんかわしゃわしゃやってんだけどどんちゃん騒ぎなやってんだけどなんかいつの間にか自分こうオチ言っていいのいいか自分はなんか卵だったってことになってで卵やフライパンがうわーって返されてみんなうわーってなって目玉焼きみたいになっちゃうみたいな話だったような気がするな。まあなんかもうシュールっていうかもう不条理なんですわ。で真夏の詩これね次行くけど、ま、もうガンガン行くからあの真夏の詩っていうのはあるあの娘を失った残された家族お父さんとお母さん両親の、まあ、母親かな あのドキュメンタリーと告白文でまあ、いわゆるノンフィクションなんですよ。それを三島がそのまんまそのやーっとこう三島らしい文体で書くというか、まあじゃーっと、じゃーっとね、まあまあざっくり言い過ぎだ。まあとにかくあの幽谷はすごくあれで三島らしくてでノンフィクションも書いててで不条理も書いててさらに翼っていう短編があるんですけど あとね春子っていうのもあるのこれに、ね、春子はあのユリユリ、うん、ユリの芽生えみたいな淡いレズビアン の芽生えみたいな芽生えみたいな話で、あと翼っていうのはあの投げた、うん、翼っていう短編がありましてこの中にあの翼っていうのはですね ある少年と少女がいて、うん、あの学校に行くときにバスに乗る、うん、でバス満員なわけ、うん、でなんかバスでさこう、うん、背中合わせになるわけがあって、うんうんうんそしたらなんかいつもはすごいしんどいんだけど、うん、しんどいっていうかもう嫌だなって感じなんだけど、うん、なんかすごい落ち着く背中があったの、うん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 、あれと、うん、なんでこんな安心するんだろう、うんうんうん、ってなって、うん、もしかしたら、うん、天使なんじゃないかしらうわ翼が生えてんじゃないかしら
それ面白いの？でそれは女の子だ、うん、でじゃこっちの男はどう思ったかっていうと、うんうん、なんかすごい落ち着く背中だなと、うん、すごいあったかい、うん、もしかして天使なんじゃないかな。終わり？終わり？翼が生えてんじゃないかって二人ともお互いに思ってたと、うん、でバス降りるん。後ろ見たらええやん。あかん、見れないぐらいぐちゃぐちゃなんです。あ、そう、うん、でバス降りて、はっ、うん、はっ、うん、みたいな、あの天使の方ですよねみたいなこと、はっ、みたいな、うん、さあそこに戦争の影が忍び寄り、そこが全然わかる。だからね、あの片や226で取り残された男の孤独と恰幅、うん、その、うん、国を憂いてというか、うん、っていうのを書きつつも、うん、その背中に翼がある、もしかしたら天使なんじゃないかしらみたいな、その少女漫画チックなメルヘンな感性、うん、でなんつうのかな、もうたもういつの間にか自分たち卵だったと か、うん、なんかもうぐちゃぐちゃじゃん。ぐちゃぐちゃだね。どんだけどんだけあんたの感性幅広いのっていう、なんかもういつも死にたい死にたいとかって思ってずっと生きてるようなね、文学者じゃなくて、いろんなものをいろんなジャンルに手を出して、それを全部自分の言葉にして、まあすさまじいクオリティで全部提出してるわけですよ。書けないものはない、それが三島由紀夫なんです。天才。この世のあらゆるものは全部自分の文学に取り込めて、でかつそれを良質な作品にできる能力を持った男だった、うん、っていうのが三島由紀夫なんです。じゃあ奥野さんが考える、これはさすがの三島でもできなかったろうなっていうジャンルって何ですか？三島でもできなかったジャンル、うん、でもね SF も書いてるんですよね、美しい星っていう。野球漫画は？野球はね、あ、漫画になっちゃった。漫画やってね。いやスポーツのあれはあんまなかった。じゃあ三島さんが漫画原作やってたら誰が絵やったらいいと思う？あ、それ面白い。三島由紀夫が原作で、うん、梶原さんみたいに、梶原先生みたいに、吉永文かがハマる、うん、君が編集者だったら、男が、うん、男が三島を漫画にするのはやめた方がいいと思います。え、女の方がいいと思うな。女の人に書かせた方がいいな。なんか僕はそんな感じがしますね、うん、非常にそんな感じがします。で、川口海事とかも書けそう。違う違う、あん、なんであかんの？言いかけた。言いかけた、沈黙の艦隊を。なんか言うたらええやん。劇画とか、うん、そのそういうイメージ、例えば、うん、川口海事さんとか、うん、浦沢直樹さんとか、うん、ああいうその大きな話を書く人は、うん、三島は書けないと思います。もっとあの三島ってなんでかっていうと、すごい文体が美しくって、うん、その何書いてるか分かんないですよ、抽象的で、うん、例えが例えで例えてるから、うん、もうだから、ね、うちらがだからあれはマニエリスムのあれがみたいな、もう何言ってんか分かんない、だけど美しい、うん、っていうのが谷崎じゃないや、三島なんですよ。おっとおっとそこ間違えちゃいけないやつじゃないんじゃないですか。で、危ないですよ。だからこういう思考を持ってる、うん、それをそれを現実に絵にしやすいのって、おそらく女性の方が向いてるんじゃないかなと思うんですよね。で、すごい細かいところどうでもそこ飛ばしちゃった方がいいんじゃねっていうようなところをむちゃむちゃ細かく、あのもう絢爛に描くから、だからそういうその、あ、小さなところ分かった、いた、池田理恵子さん。誰？ベルバラだべ。あ、まあでもそうですよ、あの人はいけるだろう。まあまあそういう感じですよ。あとさ、ちょっと思うのがさ、萩尾元でもいいです、富野さんっぽくない？だから俺なんかガンダムのあのなんかシャアとかアルテイシアとかやってるあの感じの会話の感じとかが、なんか君はどう思うかねみたいなのがちょっと入ってる感じ、まあ時代的なものもあるかな。そうですね、うん、世代なんかもしんないけど、なんかだからこうフランス入ってるじゃんこの人。フランス入ってる、フランスでしょ。あのだからあれなんですよ、うん、バタイユとか、うん、そうでしょ、あ、まあ、黒糖とか、うん、まあだから そのかぶれなんですよ。19世紀耽美主義デカダンっていうものに対する統計。だから三輪さんなんでしょ、うん、まあ、だから三輪さんですよ、うんうんうん、だからその一軍のなんかと日本っていうものが、でも法学部出身なんですよこの人、うん、東大の、うん、それを言うなら夏子藩の問題じゃない？夏子藩？うん、いやすいません、あの本当に詳しくないんで
ちょっとだけかじってきまして、はい、ちょっとだけウィキで見たんですけど、いろいろこうね、どうしてこんなになっちゃったのかなと思って、俺なりに解釈すると、やっぱりおばあちゃんが、うんうん、あ、そういうことね。おばあちゃんが女系の家族で育ってる。それで、めちゃめちゃ超インテリの、もう辿ってくとこの系譜この系譜っつって、結局どんな感じで生まれたかっていうと、学習院のお坊ちゃんで、とにかく。なんつうのかな、ブランド化されるために、うん、生まれてきて育てられてて、うんうんうん、でしかも女言葉を使わされて、うんうんうん、非常にフェミニンな育てられ方をしてるじゃない、この方って。こういう圧をかけられるとやっぱりそれを受け入れた部分と反発する部分でものすごいエネルギーが生まれてるんじゃないだろうかって考えるんですけど、本当にそうですか。それは本当にそうです。だから三島の中にその、うん、極端なんですよ。マッチョに触れる自分と、そう、弱くてめめしくてっていう自分が両方存在してて、うん、それがその文学の中で文体はその女性的な感性の美しさを、だけどお話とかその思想とかっていうのは男性的な部分っていう、その相反するものがギューッと凝縮させた、その、まあ、それができるのが日本語だったんですよ。でもすごい分かりやすい、女性の意思と男性の意思がないから、それはすごい分かりやすいのが、だから要するに仮面かぶってなきゃ言えなかったんだろうなって思っちゃうわけ。それ、うんうんうん、そこでしょ。仮面、だから仮面の告白なんでしょ。これは全部仮面なんです、うん、いろんなこと、うん、そうだからこれも仮面、武装なんでしょ。だからこれはそう、非常にこう武装してる感じがして、これはなんていうの、ナイーブで繊細な魂が彼の中にあって、これが非常に女性的な魂なんじゃないのですか。違いますか。そうですよね。だから滅びゆくものに対する、うん、そのもうなんつうのかな、うん、まあ母性って変ですけど、ガラスなんでしょ、ガラス大工なんでしょ、この方。もうすごい、あ、バカラみたいな、バカラですか。キラッキラしてて、キラッキラしてもうバロックのなんかもう、うん、うわーってなってんだけど、すごい壊れやすい。俺この人に会ったら喋れなくなりそう、うん、繊細すぎて。なんかありがとうございます、なんか傷つけちゃいそうだもん。そうだから同族嫌悪で、それをそのまま出しちゃう太宰治っていうのに非常に嫌悪。太宰さんは喋りやすい、喋りやすいだろうね。分かるもん、分かるもん、うん、そうでしょ、分かるよね。分かる気さくに喋れるもんね、うん、いっぱい飲もうかって、うん、また何、また死にたいの、また死にたいのってまたお姉ちゃんち行っちゃうのとか、ね、そういうので話せるから。いやいやあるよね、そんなことね、なんて。俺も本当やっちゃいたいんだけどね、うん、とかってのすごい話せんだけど、うん、この人が筋肉つけた理由も長渕が筋肉つけた理由と一緒でしょ、ほとんど。だって初め虚弱だったのにさ、なんかどんどん筋肉の殻つけてさ、それで一人で立ってますみたいな感じでさ、やってんじゃん。中は本当太宰みたいにめめしいというかさ、その女性的な部分が多いのに。あなたも鍛えてらっしゃるんですか。鍛えてらっしゃるんですか。大丈夫ですか。全然鍛えてない三島を鍛え出したのって、初めて海外回って世界一周したんですけど、うん、それでギリシャ行った時に、うん、もう太陽さんさんで、うん、もうみんなこう何陽気な、うん、ラテンの感じ で、はい、でみんなムキムキで、女もムチムチでっていうのを見て、なんかもう日本 の、 その私小説全盛期ですわ、うんうんうん、もうジメジメした、うんうんうん、そんなことはもう、うんうん、もううんざりだと、うん、もう世界的なものとして太陽の、うん、エーゲ海見ちゃったのね、うん、そう、太陽と鉄、池田マスオ的なやつね、うん、言っちゃったのね、言っちゃったんだ、エーゲ海騒いじゃったのね、うん、あ、そう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 ですよね、そうそうそう、まあまあまあ、それがきっかけで体を鍛えようとするんだけどって、うん、でも過剰に鍛えても意味ないっていうことに途中で気づくんですよ、うん、必要なのはそんなムキムキ、いやだからめちゃめちゃ頭良かったって、だからめちゃめちゃインテリなんで、すごいじゃん、逆端に行くのもなんか分かる。いやだからもう頭良すぎて、そのもう確かなものは体だけじゃないかってところに行っちゃうんですよ、うん、あれ俺さ、夏子はんがさ早く死ぬのも大きいと思 う、 もう夏子はんって言っちゃうと、もうドカベンの、うん、夏子はん、岩木さんが大好きだった、うん、そっちで採用されちゃうのになってしまいました。夏子さんが認めてほしいっていう対象だった気がする。そうですね、でそういう方が先に、ね、亡くなられちゃうと、じゃあ俺を認めてくれるのは何かっていうことに空回りして、それでノーベル賞本当欲しかったんだと思うよ。そこの話をちょっとしていいですか。どうぞ。三島由紀夫はノーベル賞の筆頭候補だと呼ばれたんですね。で、うん、みんなその感じだったんだけど、うん、いけんじゃないの、それ選ぶときに、うん、まあ、ノーベル賞学会から、うん、ドナルド・キーンさんに、はいはい、手紙が来まして、日本文学研究者で日本も住んでたから、そうね、
ノーベル賞を選ぶなら誰を推しますかっていうのが来たんです、うんうんうん、で今上がってんのは谷崎、うん、川端そして三島ですけど、うんうん、ってなった時にドナルド・キーンは何て返したかっていうと、うんうん、今確実にその三島の文学っていうのがもう一番すごいと、うんうん、けれども、うん、日本人の国民性から考えて年長者を選ばなければ問題になる、うん、おいおいおいとドナルド・キーンはそこまで考えてだから谷崎にしてくださいって言ったんです、うん、最初でそれで返信して、うん、選んでる間に谷崎死んじゃうんですよ、はいはい、あらあらで時点で川端になったっていう、うん、まさかのっていう一説にあります。トルーマン大統領が出てきたのと同じような感じね。あ、そうそう、2番手。2番手っていうね。なんかルーズベルト死んじゃったからね。で、それで、だけど三島はどう思ったかっていうと、うん、絶対俺だって思ったんですよ。うん、自分 の, やあの人生の設計図書いてる人だから。うんうんうん、あのここの時点でノーベル賞取った、うんうん。はい、じゃあ次こうして、こうしてって。政治家に立候補してとかあったんだけどノーベル賞を取れなかった、うん、しかも誰に言ったかっていうと、うんうん、川端康成だったんですよ。そうなんだよ。ここで憎めないのよ、うん、師匠だから、うん、俺をここまで引き上げてくれたきっかけと、ね、俺が文学をの文学を最初に分かってくれた、しかもいい人、うんうんうん、いやでも川端康成はいい人かな、まあいいや、うん、そうやばいやばいやばい、すごいね、ちょっと取り憑かれちゃってるよ文学耽美主義に取り憑かれちゃってるから払わないとダメ、払わないんだ塩持ってきた方がいい、まあまあ、それでね、どう好きすぎるもん、危ない、その危ない、もうどこにも発散できないジェラシーとか、うん、自分は否定されたわけじゃないんだけれども、うん、その世界には認められなかったっていうところで、うんね、ドーンってなって、うん、何を書いたかっていう話なんですよ。それさ NHK に残ってるの知ってた映像が、ああ YouTube でもありますよ、あ、台湾で、ね、あのね、だから川端さんの横にねすげえカッコつけて、カッコつけてでも受賞できなくてめっちゃ傷ついてる俺が傷ついてる、めっちゃ傷ついてる、俺たちの三島ここまで泣いてるのにどうってな、すごいそれでも立てた、師匠を立ててな、師匠を立ててそれはかっこいい、非常に大人のな、うん、そのでもな辛かったろうな、そうそうそうなんで田舎淳二みたいに喋った怖いななんだかな、後ろからなトゥ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 って危ない危ない危ない、稲川さん来ちゃった、いやそれでね、うん、ちょっと何年か忘れたけど、はいはい、僕ここでもうちょっと言っちゃうんですけど、うん、三島由紀夫の最高傑作を一つ選べと言われたら、うんうん、僕は、うん、あの、うん、これ読んでも読まなくてもいいんです、興味あったらぜひ読んでほしいんだけど、うん、でもそれは金閣寺とか、うん、仮面の告白とか、うん、そういうの読んだ後に読んで、うん、時系列で俺は読んでいくんですよ大体、うんうん、俺の本読む、うん、あのパターンって、うん、まず作家がいて、うん、その処女作から順番に文体の変遷とか、うん、その時代背景とかを照らし合わせながら、おこういう風に考えていくんだっていうのを楽しむ、うん、人間を楽しみたいから文学もそういう風に、うん、あのコンテンツではなくてね、うん、記録として読んじゃうっていう方なんですけど、うん、あの三島もそうで、うん、まあ、順番に花盛りの森っていうあの処女作からこう順番に読んでいった時に、うん、あのある一作がもう、うん、もうねこれナイアガラの滝で読んだんですけど、うん、どこで読んでん、もうね、うん、あの、うん、三島の全てがあると思った、うん、あの小説、長編小説、うん、京子の家っていうのがあるんです、うん、鏡の子と書いて京子の家、うん、それ知ってるわ、うん、京子の家っていう作品はですね、うん、あのちょっとだけ解説しますと、うん、男が4人主人公でいて、うん、で信濃町の京子っていう未亡人の家に、うん、まあみんな集まってきてワイワイ飲んだり騒いで、うん、サロンみたいな感じでやって、うんうん、てるこ の, この含めた5人の群像劇なんですよ、うんうん、でその男の主人公がどういうものかっていうと、まず1人が、うん、あのちょっと名前忘れ、夏男っていう日本画家、うん、童貞、うんうん、これは三島の芸術的な部分を表して、はあはあ、で次に、うん、俳優の超ナルシストのなんとか、うん、ちょっと忘れたけど名前、うん、でやつ、うん、でもう1人ビジネスマン、ほうほう、でもう1人ちょっと誰だっけな、うん、まあ、もう1人いるんです、うん、でこのああの格闘家ボクサーのやつ で,、うん、でつまりその肉体はこいつに、うん、自分 の, その社会的な政治的なものはこいつに、うん、で芸術的なのはこいつに、うん、でナルシシズムはこいつ、耽美、うん、とか、うん、で4つに自分の人格の要素を4つに分けて、うん、それを主人公として出して、うん、京子っていう女の家に、うん、あの入り浸る4人の群像劇にしたわけです、うん、でこの京子っていうのが、うん、その鏡のこと書いて京子、うん、京子なんですよ、ここにもやっぱり意味があって、うん、京子は誰にもなびかないんです、うんうんうん、
で、うん、4人とも別にちょっかい出そうと思って言ってるわけじゃなくて、うんうん、この5人の関係性中心にいるのが京子、うん、女っていうものを、うん、を軸にして4人のそれぞれの人生が徐々に徐々に別の方向に行くんですね。でこれの流れの中で三島っていうのは舞台はちょうど当時の現代だから60年代です、うん、60年代の日本っていうものを描き切ったんです、うん、それを出したんです、うん、世に、うん、みんな無視した、うん、全然面白くない、うん、こんなの三島じゃない、うん、金閣寺の三島どこ行った、仮面の琥珀の三島どこ行った、うん、でもたった一人だけ、うん、これが三島の最高傑作だ、うん、とお前話し方めっちゃ疲れんなお前ちょっとやって、はいはいはい、と言ったやつが、うん、これは渋沢達彦なんですよ。そうなんですか。その30年後俺ですわ俺と渋沢先生しか京子の家っていうのを推してるのは多分いないと思う。でもあれに全てがある。だけどこれをスルーされちゃったことによって三島は今ここに生きてる、ここで起こってること全部が、うん、あ、俺がこんだけ全部かけて書いたものをスルーするんだと、うんうん、そうかと、分かったよということでいろんな計画を練るわけです、うん、俺がもっと社会っていうものを全てにの一部になる、うんうん、伝説物語時代になる計画を立てていくんですな、うんうんうん、一番か体がもうあとは下り坂っていう手一歩手前、一番流星な時、うん、花盛りの時に、うん、働き盛りの時に華々しく散るっていう方向を模索して計画立って、自分の文学を全部もう思い残すことなく、うん、この世の全てを描き切ろうつって書き始めたのが北条の海4部作なんですよ、うん、まあ、春の雪ですわ、うん、本場ですわ。で春の雪っていうのは「たおやめぶり中て」まあ、これもそのあのどうぞどうぞ、これはもう三島の描くラブストーリーの究極、うん、これが「春の雪」で、本場、うん、これはまああの 5.15 事件じゃなくて神風連だからあれまあ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 そうクーデターの話なんですよ、うん、クーデターにを計画する、うん、でこれどういうことかというと、うん、明治維新のその後直後、うんから始まるんですよ。これ連作なの、うん、北条の海って、うん、で連作で春の雪はその明治維新の直後、うん、で大正、うん、で戦前が暁の寺っていうこれタイの、分かる話も、うん、入ってくるんだけど、でその最後が、天人五水、これは現代に戻ってくる、うん、つまりどういうことかっていうと、昭和が始まった時に生まれた昭和元年に生まれた三島がその明治維新からの流れの中の日本、うん、江戸じゃなくて近代国家日本っていうものの全部を俺は物語にするんだと、うん、何があったのか、うん、何が美しかったのか、一番美しかったものは何かっていうのを全て時代に切り取って、その時代の一番美しいものに当てはめていったのが北条の海四部作で、最後に、うん、これもう一個あって、うん、これの全部に共通してるのが本田っていう狂言回しの、うん、これは春の雪の主人公の親友、うん、こいつがずっと同じあの成長していくっていうか、うん、全部4作に出てくるんですけど、うんうん、この最初に死ぬあの主人公の、うん、魂が次の時代に生まれ変わって出てくるっていうのを繰り返す話なんです、うん、つまりどういうことかというと、うん、そう輪廻転生なんですよ、うんうんうん、お前大したことないことめちゃくちゃ大したことあるように言うんですよ輪廻やなって聞いててみんな思ったと思うどういうことかというと京子の家で全部現代を書いたのにスルーされた、うんうん、もっと向こう、うん、俺はこの時代歴史、うん、日本、うん、全部書く、しかもその向こうに宗教も書いちゃう、うん、もうこの世界の全部を俺が描いて、うん、そしてそれを最後、うん、北条の海、うん、天人五水の最後の項を出版社に持ってって死にました、うんうんうん、ありがとうございます。お疲れ様でした三島先生。お疲れ様でした。あ、ごめんなさい、そういうわけクゼ君です。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。演出家のクゼ君です。壮大すぎてついていけない。確かにそう。だから、はいはい、ちょっとね、うん、まあ
今日は初級編なんで、ホッくん最高っつってる、うん、そうなんですよ、うんうん、まあちょっと小林芳生の話はまた別にして、うんうんうん、まあとにかく俺が進めてるのはこの三島の、潮騒から入ったり花盛りの流国そしてこの真夏の詩ですね、この短編集から入ってください。そして、もう側面がいっぱいある、もう豊かすぎるんで、うん、豊穣なる三島由紀夫なんで、うんうん、戯曲も素晴らしい、あ戯曲が素晴らしい、戯曲は本当に素晴らしい、うん、でその戯曲の面白さの1個目がやっぱこの戯曲から入るならやっぱ佐渡公爵夫人ですよ、うん、これは俺学生時代に読んでたやつなんで、ちょっと、うんうん、名前が思いっきり書いてある、そう奥野望、うん、こっち前にこう思いっきり三島由紀夫、これも望むが書いた三島由紀夫でしょ、そうもうサイン本みたいになってます自分で書いたんですね、これ私のですっていうそれで名前がこれ後ろ書いたんですね、これなんかだいぶこじらせた大学生だった、そう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 俺が書いたんだよ、はいはいはい、でこれはまあ解説はしなくても分かる、ちょうどいいな、でもなんか俺ちょうど脚本書いてるし、ああじゃあこれこういうちょっと勉強させてもらって、五道を待ちながら知ってます、あ知ってる知ってる、五道を待ちながらの三島版ですこれ、うん、あそうなんだ、佐渡公爵夫人っていう、うん、佐渡公爵夫人第二夫人第三夫人みたいなのがいて、うんうん、それが、うん、佐渡、ま、丸木戸佐渡ですわ、うん、丸木戸佐渡の女たちの話なんですよ、うんで丸木戸の女たちが集まって、うんうん、私は あの人は私にこんなことしてくれたわよ、あ、うんうん、M 女ばっかりなのじゃよ、まあまあ基本的にそうです、そうな、それをみんな語り合うんだけど、佐渡は一切出てこないっていう、うん、ああなるほど、じゃあ五道だね、そうな、うん、でも五道みたいに語るって話ね、五道みたいにその、うんうん、なんかちゃんとしたテーマがあるわけじゃないんですよ、うん、あ分かんない、あるかもよ、いやこれは本当に、うんうん、本当の虚無、うん、This is 虚無、なんかちょっとさっきのちょっと面白いなと思ったのが、京子の家、はい、京子を中心とした4人の男、鏡じゃない、つまりその京子を通じて自分を見るってことなのね、そうだから鏡なのね、 そうでそこはなんかそう鏡として、 それでこれは不在なものを通じてそのある何かっていうものをやろうとしたっていう、仕掛けがすごいうまいよね、うまい、この人ね、うん、自分でオリジナルで作った本なんてないんですよ、うんうん、全部ミクスチャー、ーでもその範囲がもうギリシャ神話から古事記からもう寛骨脱胎の魔王三島由紀夫なんですよ、うん、これ桑田佳祐だよね、そうですね、ピカソピカソだよね、ピカソピカソ、はいはい、はい、小林武史でもうね、枚挙にいとまがない、いとまがない、でこの三島の三島でここでやっぱり物語に準じて死んだ男だと思ってるんですけど、やっぱりそこで三島っていうものが、うん、その芸術至上主義でっていうことだけで片付けるんじゃなくって、うん、じゃあ自分の命をかけて も,、うん、もあの固くしていい物語って何だったのか、うん、っていうのを考えた時に、うん、やっぱりそれは日本の未来を憂いてたわけですよ、うんうんうん、でそこはやっぱ無視してほしくないんですけど、今日のテーマはそうじゃないんで、さっきのさ本田が気になるんだけど、本田は成長していくの、おいスイッチ入れちゃいましたね、あやばーいやばーい、ゲラッパゲラッパレロレロレロダメだ立ち上がった ホンダの話なんです、What do you mean? うん、ホンダの話なんですよ、はいはい、北条の海を無作っていう、うんうん、ホンダの話なんだけど、うん、あのね、これはね言えないんです、なぜかっていうと、ネタバレになっちゃう、これはね読むときに絶対に気をつけてほしい、うん、あの北条の海の天人御水を、うん、まあ、4部作ね、うん、全部読んだときに、うん、以前の自分では確実になくなってしまうんで、それは気をつけてくださいよ、あのね文学っていうのが薬ではなくやはり毒なんですね、うん、なぜか、うん、それはね、うん、言葉だからなんですよ、はい、言葉は心なんです、怖いよおっくん怖いよ怖いよわけわからへんあー戻ってきたおかげで戻ってきた、本当に危ない明るく言うとやっぱりね、あの三島の文学っていうのはある程度のところで止めた方が無難です、先週のあの枕レ本だとつながってよかったなと思って思いましたけどね、本田の物語が本田宗一郎の物語ではないです、えそうなんですか、ではないです、それが世界的な人になっていくっていう、あの町工場の親父さんがあのバイクを作るところから始まって、あそういう最後はあのマントンのレースに出るっていう、そういうんじゃないですか、いいです、そしてなんか F1 のチャンピオン、そんなね、それ書いてないレイさん、はい、そんなことじゃないです、はい、そんなね、あのビルディングスローマンじゃなくて、あもっとそうなんだ、
もっとちょっとね、うん、あの、はい、本当にやばいんで、はいはい、俺はそのな、あの、あれに引きずり込まれて、そうね、えらいことになったんで、そう、えらいことになったね。今ついてます。大丈夫ですか？大丈夫です。いらっしゃってます。いらっしゃってますか？あの、とにかく、あの、北条の海だけは読むのは本当に気をつけた方がいい。それは本当に文学ってそうなんだよね。うん、それはそうだ。本って危ないところがありますよ、ね。で、今、ごめん、北条の海の話しちゃったんだけど、うん、あの、我が友、あ、佐渡公爵が戯曲の、うん、まあ、入門編というか、うん、まあ、一番いいのはやっぱりね、近代能楽師だね。うん、戯曲で読みやすいの、そうね、いろいろパターンですね。あと6名画面で、うん、ね、金閣寺の話なんでしないの？金閣寺の話もします？なじゃまだこれ、あ、ごめん、これ言ってない。いや、金閣寺ってあれなんでしょう、その俺ストーリーしか知らないけど、うん、すごい面白くない？だってさ、金閣寺なるものがすごすぎるから俺はダメだっていう、うん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 、お、妄想に取り憑かれた男の話なんでしょ。まあまあ、そこそんなざっくり言うとで、俺あれを燃やしてしまえって話でしょ、うん、そう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 、ジョン・レノン殺しちゃうみたいな話。そうそう、それそれ。だからそれってすごい今っぽくない？今っぽい、めっちゃ面白い。うんうん、だからなんかその2ちゃんで叩いてるのもさめっちゃ可愛かったよでなんかやれよ金閣寺燃やしてしまえってやつじゃんってことでそうだよね。いや、俺これすごいなと思う。あれも実際に起きた金閣寺を焼失させた事件があって、そう、放火したやつがいて、うん、で、まあ、その事件を元にして、うん、いやいやいや、もっと面白くできるぜって言って書いたのが三島の金閣寺で、うんうんうん、まあ、だからそこに何のコンプレックスを入れたかっていう話なんですよね、あれは、はい、メンヘラ小説というか中二小説の、まあ、決定版ではあります。そうだよね、うん、俺じゃねえっていうさ、俺じゃねえ、なんで俺じゃないんだ、なんであいつなんだっていうやつは現代的っていうか、等価な価値がね、うん、そうだよね、うん、でも一番その美しくて歴史があって、うん、で、象徴的なものを壊すっていうことによって、うん、自分がそこまで上がるっていう、そう、それを壊した男っていうところだよね。で、そこに至るまでの葛藤が面白いんですよ、ね、うん、っていうことも書いてあった、うん、それが文学っていうことで、ね、そう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 、ね、三島さん、僕の中でですけれども、プロットとか非常に面白いんですが、うん、あの、僕プロット以上に入り込めないんですよ、うん、なんかそのさっきおっしゃってたように、その、うん、ちょっと僕の中ではすごい就職後が多すぎて、そのきらびやかすぎて、うん、あ、ちょっと分かんないってなっちゃうんですよね、うん、だから京子の絵とかでもすごい面白くて残ってる言葉とかあるの、うん、例えば今覚えてるやつだと、うん、神聖、京子の絵で神聖なものほど猥褻だっていうのがあって、うんうん、で、だから恋愛よりも結婚の方が猥褻だっていう言葉があるんですよ。いい、ね、それってははってするんですよ、うんうんうん、あ、結婚としたことないし、うんうん、日常でしか積み重ねられない男女の機微みたいなのがあって、うんうん、それってドラマチックじゃないけど、うんうん、あの、他の人がすると絵だけど、二人の中では許しちゃってる関係みたいなのって、うん、本当エロいなと思うから、それってハッとするわけ、うん、その言葉は止まるんだけど、うん、なんかその構造的なのが計算されすぎてて、うん、なんか疲れちゃうっていうところで止まっちゃうんだよね、うん、今日、あの、でもそう、それすごい、だから好き嫌いありますよ、うん、だけど、うん、私小説家三島由紀夫もいて、うん、で、その、まあ、物語作家三島由紀夫もいて、だから、いろんな三島由紀夫がいるから、うん、ただ共通してるのは、その装飾的なものにどん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 なっていくっていうのは確かなんですよ、うんうん、あの、豪華絢爛な、うんうん、もう言葉の世界、もう曼荼羅ですわ。それってさ、三島さん最終的にさ、そのアメリカになっちゃうからダメだみたいなこと言ってたじゃん、うんうん、そのさ、そのなんかその構造的な言葉を使い込んで、うん、言葉の世界を建築物として作っていくみたいな発想って、どこかしらそのアメリカとかヨーロッパとかそっちの匂いを感じるんだけど、そうだ、ね、逆にそれって日本的なのかなと思っちゃって、うん、この人言ってること矛盾してないかなと思っちゃったりするところもあるの。そこがね、あの、うん、そこが三島のテーマだったんですよ、うん、自分が法学部出身で、法学、うんうんうん、法学、日本の法学ってドイツからなんですよ、ワイマール憲法の、うんうん、あっこからはなってきてて、で、どういうことかっていうと、その自分はもう江戸の人間じゃないんだと、近松でもあの滝沢馬琴でも西鶴でもないと、あんなものはもう作れないんだと、うんうん、だってこれ西洋人なんだ、うんうん、もうほとんど、うんうん、っていうところの、ね、うん、その自覚があるからこそ、うんうん、本当に残さなきゃいけないものって何なのかっていう葛藤が常にずっとあったというか、もっとエゴイスティックだから、うん、もっと俺が一番かっこいいの何なのか、何なのか、うん、でってなった時にその2つを合わせちゃえ、うん、だから西洋的なそのメソッドっていうのはもう仕方ないんだと、うん、これはもう自分の中にあるものだから、うん、それを駆使していかに日本的なものを
そこに再構成するか再構築していくかっていうことをやったのが三島の。だから金閣寺も仮面の古墳も全部すごいその練り込まれて、一部の隙もない完璧なものを描こうとしてるわけ、だから北条の海もそうだし京子の海もそうだし、分析すればすごい簡単に分析できるんだけど、それをそうそうそうアナライズしようとすればもうすごい分析できるんだけど、全てに意味があるから、だからこそそれを嫌ってそれを隠すためにものすごいその情感とあれの言葉はね女系って言ったのはそういうことなの、構造は男性的に作ってるんだけど、その描写はすごい女性的な観念の世界っていうのでやっていくから、はあっていうハッとする言葉がいっぱいあるだけど結局何だったのっていう。であとね虚栄についてって本でさあるじゃん、短編だっけあれ本だ、ちょっと待って、あやめる、はい、ちょ次行こうか、行きましょう行きましょう、あれなんでもう48分やべでまあ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 じゃあやろうか。で、それと同時にそのエッセイとか、そういうのもいっぱい書いてるんですよ、評論もそうです、その中で一番最初にやる、読んでほしいのはやっぱこの不道徳教育講座ですね、っていう話なんです、はいはい、でこの中でいろんなことが語られてますと、まあまあ面白いんで、今日それをちょっと紹介しつつ、レイジさんレイジが飽きて先行こう飽きてないけどあのレイジさんの、はいはい、からの回答、はいはいっていうのを行きたいなと。ちょっと休憩していい？マジか、ここでか。じゃあいやいいですか、お願いしますよ、はいはい、じゃあね、そうなんですよ、はい、なるほどね、はい、うんうん、今日ね、久世くん来てくれてよかった。 ありがとうございますね、このね、熱量どうやって止めたらいいかと俺のブレーキングシステムではね対応できない状態で、2人で盛り上がってもいそうでしたけどね。ああもう2人クラッシュするみたいなそんでもヘアピンが曲がれません、はい、こちら、山田玲司の平成不道徳教育講座っていうことでミラリングフォーム雪を見しまってことで、へいへい、まあ行きますか、行きましょう、はい、うん、1つ目、童貞は一刻も早く捨てよ、おおって三島さん言ってんの。そうなんです、ちょっとだけあの三島が何て言ってるかっていうのを紹介しますね、そもそも、男の人生にとって大きな悲劇は女性というものを誤解することである、童貞を早く捨てれば捨てるほど、女性というものに関する誤解からそれだけ早く目覚めることができる、男にとってはこれが人生観の確立の第一歩であって、これをなおざりにして作られた人生観は後年まで大きな歪みを残すのでありますなるほど、というふうに言ってまして、はいはい、まあ、童貞を失った時からそこにいるのは一人の男になります、彼はよほどセンチメンタルな少年でない限り、自分の前に無限の自由を、広い海を、数知れぬ港を突然予見します。しかし後年年老いて少年はいつまでも感謝を持って最初の女性を思い起こすことでしょう、ということで。なるほどね言葉がなるほどね、なるほどね、そうおっしゃってらっしゃる、うん、まあ、一刻も早く捨てろと、言葉が綺麗だね、綺麗、で豊島、まあ、あとついでに豊島の人は、あの童貞を食ってやってくれと、ああはいはいはい、なるほどね、そう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 、それ要するに目覚めさせてくれって言うんでしょ、今こそ奮起して、その、豊島の人たちね、今こそ奮起して、菩薩道実践のために挺身すべきであって、レイ君に言ってあげててそういえばレイ君来てたねそうね、童貞の一人で100人や200人の童貞を一身に引き受ける覚悟でいてもらいたい、あと宿女の皆さんに訴えてらっしゃってますので、へえ、この童貞を早く捨てろ論、どうですか、山田玲司的には。いやだからその内圧っていうのが生む文化っていうのがあって、これもし実践してしまった場合クールジャパンはもうないですね、ないですね、だからあのあらゆるアニメコンテンツがなくなってしまう可能性がありますね。その妄想、童貞の期間が長いことによるコンプレックスとか妄想のたくましさからあらゆる今の日本のアニメ文化とかそういうものができてると、そう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 おっしゃりたい、それをそういうのもあるじゃん、ガウディだってあの日本人じゃないけど童貞だって話もあるしさ、え、そうなの、あのサグラダファミリアのね、女を知らなかったみたいな話があるの、それキリスト教徒やからってこと、いや分からへんけど、そんな詳しく知らんけど知らんのかいごめんでもこれやっぱり現実主義者だなと思うよ、あだから本当に相手のことをさ思い
思ってたら、うん、こう言うよ目覚ませって話じゃん。だからその何て言うのかな、良さも悪さも分かんないうちから妄想だけで生きていて、うん、で自分の想像した女っていうものでなければダメであるっていう審査員をずっと続けてたら、あなたの孤独はずっと続きますよって話でしょこれ。だから目覚めると、そうだから海に行ったことないやつは海に行けよって話でしょこれは。まあでもまあね言ってますよね、うん、レイさんもね、恋をしろと。で恋をしろっていう、だからその、うん、俺もだから今ちょっと今度やろうかなと思ってる、彼女がいると何がいいのかっていう問題彼女なんて別にいなくてもいいじゃないですか、必要ですかねっていうところにまで行っちゃってる人に対する答えを、二次元でいいじゃないですかみたいな、あなたの友達とかにそういうのいらっしゃるじゃないですか。それ確かにそうだと、お金もかかんないぞと、自由だと、負担もかからないけど、じゃあなんで必要なのかという時に俺一つあるのが、まあ、人肌と定感だと思うのね。だからそのこの2つは言語を超えて理屈じゃないところで男を抱えてくれるだろうなっていうね。なんか聞けなかった。道がクソだと分かったので太宰派になります。おお、童貞早くこっちが破壊力やばい、みんなこっちが来ちゃった来ちゃった。ここに太宰三島ラインある。そう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 、あるでしょ。あ、三島ラインしみちゃんどっちの。はい、僕両方読んでないです。来ました、ザ・ニュードラル、ザ・ニュードラル、ザ・無添加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 でおなじみの。そう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 、わかります。そうですね、だからまあ言ってる意味もわかるし、まあそうね、こじらせたらこじらせたなりのものは作れるし、うんうん、早ければ早いほど その良さもあるみたいで、みんな違ってみんな、やめようそれ。でもそうじゃないのかなって俺は思うけどね。なんか、うんうん、ね、言葉濁す感じですね今日ね。いやこれ、でも優しいなと思う、うん、本当の意味で優しさだと思う、それはいいから童貞捨てろっていうのは、うんうん、で一旦妄想を破壊して前にある真実っていうものの方が美しいんだぞっていう話じゃない、うん、だからクソめんどくさい女を前にしてその女の良さを分かるようになれよっていう部分もあるわけだし、それはこれはダメあれはダメとか言って妄想の中の、うん、女だけをっていうふうに言ってるのは地獄だぞっていうことも言ってるよね。わかりました、はいはい、お願いします。次いきます、うん、こちらじゃーん、うん、弱いものをいじめるべし。わお、おーい、すごいね、うん、これちょっと待ってくださいね、うん、暇先生すごいね、いじめるべしなんだ、うんうん、これもまたなんかちょっとあれだね、行き過ぎた愛を感じるね。だからあなたの好きなやつだね、ちょっとこじらしちゃってる感じしますよね。そうだね、うん、あれだ、トラだ、牛音トラのトラだろこれ。ええ、だからもっと俺を信じろっていうやつじゃない。だからこれこの言葉の背後に、はいはいはい、感じるのがなんか信頼関係な気がする。信頼が絶大なる信頼があるからこういうこと言ってる気がする。まあ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 、ちょっと聞いてくださいよ、うん、へーへー、仮想三島対談、はい、お願いします。どんな強者と見える人にも、うん、人間である以上弱点があって、うん、そこを突っつけばもろくぶっ倒れるものですが、うん、私がここで弱いものというのはむしろ弱さをすっかり表に出して、うん、弱さを売り物にしている人間のことです。きたー、この代表的なのが、はいはい、太宰治と、これ最高だね、実際に書いてますからね。これ最高だね。この代表的なのが、弱さを売りにしている代表的なのが太宰治という小説家でありまして、彼は弱さを最大の財産にして弱い青年子女の同情共感を引き、果てはその悪影響で強い方が悪いというような間違った劣等感まで人に与えて、そのために太宰の弟子の田中秀光などというお人よしの元オリンピック選手の巨漢は、自分が肉体的に強いのは文学的才能のないことだと勘違いして太宰の後を追って自殺してしまいました。これは弱者が強者をいじめついに殺してしまった恐るべき実例です、という素敵じゃようなことを言ってまして、ね、あ、でもこれぶっちり批判になんない。え、だからその太宰を言ってるけど、その長渕さんはそのどっちかっていうとそっち寄りじゃない、ね、弱さを前面に、うん、なっちまったでしょ、うん、だから難しいところなんですよそこは、うん、太宰っていうのは、うん、弱さしか出してないじゃないですか、うん、そこがね腹立ってるんだと思うんですよね、うん、あと顔、うん、他にも言ってるもんね、こんな顔してるやつが女と一緒に死んじゃいけないみたいなこと言ってるもんね。そうそうそう、女と死ぬような顔をしてるやつはいいけど、うん、太宰は女と死ぬような顔してないからダメだ。そう、なるほどねそういうことか。そんなこと言ったら芸人みんなこれじゃん。
だから、あ、そう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 、俺なんかダメっすよって言わないと、だから、だから、だからいじめようっていうことで、このいじめるっていうのがあれなんですけど、うん、要するに突っ込んでやれって言ってる。強者の弱者に対する態度は生物界に一つしかない、うん、強者が弱者に対する態度、うん、それが弱肉強食であり、もっと上品な言い方をすれば弱い者いじめではありますと、うんうんうん、で子供は正直ですから不具者や病人を平気でバカにしてからかいます、うんうん、まあ笑えっていうことなんですよこれ、うん、いやもう一個ステージ高いよね、あ本当に言ってることやっぱりそうだね、そういうその、うん、私弱いんですかわいそうな人間です、私をいじめないでくださいという顔した人を限定、ふざけんな、もっとお前やれるはずだろ、上がってこーいだろこれ、あ安上がってこい銀ちゃんだろこれこれすいません蒲田公式局、そこに行きますか、蒲田公式局出てきちゃいましたけど、ね、銀ちゃんでしょこれ、レイさん、読んでないでしょこれ、読んでないよ、よくわかります、ね、なんでこれも同じことが展開されるんですよ、えマジ、そう相談して、うん、いや俺さ本当死にたくてみたいな、うんうん、だから死にてんだ死ねよと、そうそうそう、なんで俺に相談してきてんだよと、うん、いやだってさ、うん、いや、うん、だってじゃない早く死ねよみたいな、うんうん、そんなこと言いながら俺のこと心配してくれてるんだろう、うん、うっせえよみたいなのが展開されるのが、うん、もう腹立つから、上がってこいだ、うん、そう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 、うん、で それをできるはずだろ、お前はできるはずだろってやつ、うんうんうん、っていうやつだよな。だからこんなこと言えるっていうさ、だからこれ結構大変だよ、こんなお父さんいたら、わ、嫌だ、お父さん、嫌だ、怖い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 、あと今の子だったら引きこもって出てこなくなっちゃうやつだよこれ、だからマッチョって怖いよ、ね、そうそう、それはそれはありますね、だからやっぱり太宰と三島両方いてよかったね、日本には二人いてよかった、本当に怖いから、はい、次行きましょう、あ、待って待って、これ最後これだけ、ある一人が失恋して、うん、で、うん、もういや、うん、こんな、うん、俺が全部悪いわっていう相談もありましたけど、はいはい、なんか、うん、言ってくると、うん、で、うっせえと、お前みたいなやつは誰と付き合ってもうまくいかねえんだよ、うん、ってわーっていじめるわけですよ、うん、弱いものをいじめて、うん、って言った後に、うん、その弱いものが、うん、でもね、うん、そんなにお前に言われても、うん、まだ諦めきれないところを見ると、うん、あれは本当の恋だったんだな。さて皆さん、この勝負はどちらの勝ちでしょうかっていうので締めてるんですよ。もう一回やって途中が出て入ってこなかったいやいや、だから俺が失恋したとして、いやくぜ、めっちゃ俺もほんま死ぬ、死にたいわみたいな、でお前がディスるわけよ、いやお前ほんまクソやから、そんなもんしゃあないと、誰とつけてもしゃあないと、つけてる場合ちゃうし、うん、もう絶対無理やから、うん、もうきっぱり諦めろっていう、うんうん、いやでもそんなにお前に正論で言われても、うん、諦めきれねえんだから、やっぱこれは本当の恋なのかなって返しちゃう弱いやつがいて、うん、で そこまで行った時に果たしてどっちが強者っていう勝ち、うん、強いものなんでしょうかっていうところまでちゃんと書いてくれてる。あれ何その、え、伝わった、伝わってない、いや、分かる分かるよ、だからそのテンションで生きてんだよ、牛尾と虎でしょ、だ牛尾と虎だったらやれるんだよ、牛尾と虎のテンションだったらやれるやつだけど、うん、それについていけない人もいるわけだよね、うん、もう俺部活行かないみたいな、うん、もう学校行かないみたいな、そういうこと言うんだもん、だってお前にもう相談しないそれさ、どっちが勝ちでしょうかって言ってんの三島先生は、うん、言ってる言ってる、そしたら三島先生的にどっちが勝ちなんの、いやそれ疑問を呈して終わってる、なんかもっとちょうだいよ、ずるいよそこで終わんのと、いやそれは三島に言うてくれやわしに言われてもな、あそっかごめん、うん、まあそれくらい信じてんだよな、人の強さ、あそうお前はそんなもんじゃねえだろって言って、うん、愛があるってことだよ、信じてる、信じたかった、どっち、うん、信じたかった、うん、まあそりゃそうかもな、うんうん、はい次いきます、はいはいはい、すいません、来ました、うん、こちらね、爆弾発言、女には暴力を用いるべし、きたー、気持ちいい、通報通報です、ダメですよ、ダメですよ、まずね冒頭でもうこう書いてるんですよ、同じ不道徳でも、うん、こんなのは昔なら当たり前で、うん、明治生まれの人が読んだら何が不道徳かと面食らうでしょう、あ大変だ、うん、で、まあ、軽く打ったりね、うん、で噛みついたり甘噛みしたりすることは性的な技巧の一つとされており、うん、別にアブノーマルな傾向とは言えず、興奮を高める有効な手段とされていますが、うん、男が女を殴る、うん、女が殴られて喜ぶというのは、うん、ただの性的興奮ではなく精神的な要素が入っているようですと、うん、どうも女性にはやはり
みんな無遊病的素質があって、ほとんど無意識に寝床から起き上がって散歩に出かけるような心理があるらしい。ほう。大抵よろめきの初段階は無遊病的、よろめきっていうのは浮気心のことね、うんうんうん、のは無遊病的なもので、自分でも罪の意識なしに浮気してしまうというか、ふらふらと出て歩いて男とダンスに行ったりするものらしい。だから、そのよろめきやすいサイ君が一人で出かけるのにってやって、まあ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 、まあつまり女は浮気しやすいから、言葉でいくら正論で言っても分かんないと、でもガツッとやれと、あの殴ること、男は殴ることを教養の一部として身につけるべきであるとまで言って言ってますけど、これは生きづらいですよ。そうですね、とても生きづらいですね。生きづらくなりますよね、これは。だからもう本当にあのなんだっけ、昭和45年ウーマンリブの時代だもんね、だから大変だったと思うよね。69年だっけあれって、自決自決は70年です、ね、11月24日だから、もうまさにその女性の時代っていうのが吹き荒れてた時に、それは彼自身がやっぱり行き場がなくなってたって、これまさにだからダンディズムの死でしょ。だからこれは本当叫びに近かったんじゃないかなと思うよ。これはだから旧日本の男、日本男児の叫びだったんじゃない。だからこれ逆に言えば、もうなんつうの、男を殴らないでって言ってるなんじゃないのかなっていう気がする。これくらいじゃやらないと女にかね、かなわないぞっていうのが裏側にある気がするよね、どうもね。さっきの神様ノートみたいなところで貼っとくようなところなんですね。ああそうそう、だからだからもう暴力用いるべし、そうだと思うよ。だからそこでその負けましたって言う人と、負けないって言った人に分かれたんじゃない、だから負けないって言った人側だったからすごい大変だったと思うよね、これってね。だから過激に見えちゃうっていうのはあるなと思うんだけど、女性のその、どうなんですか、何ですか。いや恋愛評論家かな何が女性は、まあ言葉でどうのこうのっていうより、別に暴力とまで言わないですよ、だけどなんかもうポケズボもそうじゃないですか、ある程度強引に言った方がいい、いいのかどうかっていうか、どうなんですかその辺。これな、長くなっちゃうんだよね。だからオラオラ系になぜ女の人弱いかって話じゃん。そう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 、だからそれってメンタルの弱い人、自分に自信がない人っていうのが逆にそういうその強引なやり方っていうのをできる男に自信があるって感じる、頼っていいんだって感じる。だからそれのさらに上にその殴ってても俺についてこいって、その殴っても俺についてこれるかみたいな、だから安上がってこい、できない人っていうのについてきたいって思わせる、まあ、その何かがあるっていうか、 SM としか思えないなっていう、SM だよねこれね、だからこれが好きな女性もいる、確かに。だから殴られてもついていく人いる、殴られたがゆえについていってしまう人も、ね、しまう。だからそういう人間にはそういう部分もある、逆もある、女に殴られている男もいっぱいいる、だからそれももうどっちかっていうと性癖としか言いようがなくって、あの一般論では言えない。だけどこれ一般論にした途端に恐ろしいことになってしまうんで、これを断言してしまうことはもうできない時代だよね、むしろ。だから今殴る男がいたら、そいつ、その男は自信のない男なんで離れろと言うよね、俺は女の子にね、彼が殴るんですって言ったら、まあ速やかに撤退でしょう。そうですね、なんか三島はやっぱ女性を恐れていて、それは自分の家庭環境もそうです、すっごいそう思う。だから女は怖いからこれ言ってんだと思う、そうで、まあだから三島が言ってたんですけど、あの男が女に勝てる要素は知性と腕力しかないと、それ以外は全部女が勝ってると、だからもう そこで男を示さない限りずっと敗北し続けるんだみたいなこと言ってて、ね、だから俺はだからそんなに怖かったんだ女だと思うよ。だからそれはもう自分のその理屈じゃもう夏子さんの問題でしょそうだと思うよ。だからかわいそう、だから JB と一緒で、もう本当に彼自身を責められないよ、ね、だけど幸せになりたかったら、男女で戦ってはいけません。そうですよ、僕もそう思います。勝負じゃないんです、ここの相性がすごいいいねっていう、いいですねいいんだ。だってさ、すごいこと言ってない、無遊病みたいに浮気ちゃうとかってさ、それなのに三島先生ちゃんと捕まえとかないとっていうだけじゃないの。そう、そんな無遊病みたいな女をちゃんと捕まえとけよ、捕まえとけよっていうさ、殴らずにさっていうさ、そんな人いる、無遊病みたいにやっちゃうの、みんな女の人やっちゃうんじゃない。
あれなんだお前なんだお前一番信用できない生き物はねやっぱ女だからお前すごいな、すげえな、告白する中で、はいはい、ほう、そうきた、これね面白いね、どういうことかっていうと、うん、その、うん、好きだとかっていうことじゃないんですよ、うん、この愛の告白じゃなくて、うんうん、ニーチェがほうサラトゥストラの中でこう言っている、うん、一切合切自分のことをさらけ出す人は他の怒りを買うものだと、うん、さほど裸体には慎むべきものだ、そうだ君らが神々であって初めて君らは君らの種衣服を恥じて分かろう、うん、まあまあこれはちょっとよく分かんないんだけど、うん、我々は神様じゃないんだから自分の衣服を恥じる資格なんかないと、うん、ニーチェは言ってると、うん、で衣服とは対面であり、うん、体裁であり、うん、時には虚偽であり、うん、偽善であり、社会が要求するものの全てであると、うん、まあ建前を、うん、を衣服と例えてるんですね、うん、つまり本音を、うん、自分の肉体と例えてる、だから告白する流れっていうのは、うん、その自分の本音を言うなと、うん、吐露するなって言ってて、まあ、どんなに醜悪であろうと、うん、真実の姿を告白して自分の、うん、それによって真実の姿を認めてもらって、うん、あわよくば真実の姿のままで愛してもらおうなどと考えるのは甘い考えで人生を舐めてかかった考えです。というのはどんな人間でもその真実の姿などというものは不気味で愛することの決してできないものだからです。うわ、これにはおそらくほとんど一つの例外もありません。どんな無邪気な美しい少女でも、うん、その中に潜んでいる人間の真実の層を見たら愛することなんかできなくなる。エルサも？え？いやアナ雪的なやつもダメ。そうだからレディーゴーはダメです。私の本当の姿を見てとか、なんか俺はもう人間失格でみたいなことを言ってそのまんま認めてもらおうなんて、ちゃんちゃらおかしいと、うん、そんなの誰も聞きたくないんだと、うん、醜悪だって言ってるんですけど、うん、どうですか、弱さを見せるっていうのは。そうしてほしかったでしょ。えだからそんなありのままの自分を夏子はんに認めてもらいたかったんだそこばっかじゃん。雪はさ本当は寂しかったんだよ、うん、まあ、ありのままの俺でいたかったんだよ。だけどまああれじゃない、社会の目でしょ、他人はのね、他人とは地獄のことなんでしょ。だからそれはその意思さえをそのままで受け入れてもらえなかったから、まあ文学が生まれたとも言えるよね、うんうんうん、まあだから嘘なんですよこの人の文学。だ仮面なんでしょ、虚偽で、うん、でもそうせざるを得なくなった日本の近代というものが、まあ、あったって話でしょ。あったとか、うん、まあ、それはちょっと共感する。まあだから処世術としてはあるかなっていう。だから本当にそう、あの何、天然のやつがムカつくってあったんだよ、うん、あいつ、うんうん、何にも無理してないでそこに存在して許されてるやつっていうのが、うんうんうん、なんか腹立つっていう感じだと思う、うん、だからその頑張ってるのに、頑張ってる人からすればやっぱその生まれっぱなしのやつって、うん、腹立つんじゃない、うんうんうん、でもね、三島の言ってるのはそこまでその重いんじゃなくって、うんうん、あいつはいいやつだよなとか、うんうん、あの人本当に好感が持てるわ、うん、なんて魅力のある女だろう、素晴らしい人物よ、うん、立派な男だ、理想の女だよなどと言いながら、うんうん、まあ嘘っていうかね、建前とか、うんうん、そういうのを言いながら、うん、そこかしこで友情が生まれ、うん、恋愛が発生する、うん、それで十分ではありませんか、うん、なぜその上に告白なんかするんです。幸福でありすぎるか不幸でありすぎるときに、ともすると告白病が我々を捉えます。告白病、それこそその時こそ辛抱が肝心です、うん、身の上相談というやつは誰しも笑って読むのですから、うん、あーなるほどね。かまってちゃん多いよってことが言ってるの。そう俺もうほんまこんなんで、それを告白したい、そうこれを告白したいっていう病気にかかってんじゃないか、あなたたちはっていう。人生相談するやつはみんなクソだって言ってるのじゃん。そう、わあ、それはクソだっていうか、それは人生相談みたいにトロすることによって、それを笑って、いやいや大したことないよそんなのっていうのでがオチなんだから、まともにそんな真実の姿さらして、誰がお前のことを真剣に向き合うかっていう話なんです。うんうん、まあだから痩せ我慢しろっつってんでしょ。まあまあまあそうですな、無理しろよっつってんでしょ。品格を持てってことでしょ。そう、品格を持てってこと、うん、そうだよね、うん、でもやっぱこれ厳しいお父さんだよな。厳しいです、ね、承認欲求の否定。そう、そう、承認、だからそのフェイスブックとかやんなっていう、そもそも一人なんですよと、うん、そうそう、そもそも自分なんて醜いものなんだから誰かに分かってもらおうなんていうこと自体がおかしいんですよ、うん、ツイートとかすんなよと。そう、うん、垂れ流すなと、垂れ流すなとフェイスブックとかやめろって言ってるこの人は、うん、そうな。三島がフェイスブックとかやってたら何書いただろうね。ちょっとそれ考えてみて
書いてたかな、ツイッターやってたかな。いや絶対やってる、新しいもの好きだから。やってるでしょ、うん、三島はツイッター何発信してたかな。そんなもうこんな感じやで。そんなアホリズムみたいなこと。あえてそう、あえて世間をこう挑発するような、うんうん、ことを言ってると思います、うん、はい、次、人の失敗を笑うべし。あー、また厳しいこと言うね。これはですね、うん、もしかして三島さんって生きづらかったんじゃないですか。そうでしょ、どうでした。いや、相当じ、あれからずれてたよ。でしょうね、世間の流れとか、うん、凶楽的なね、うん、時代とか。本当は泣きたかったんじゃないですか。でも今日は泣いてもいいんですよ。いいですよ、はい。今降りてらっしゃいますね、三島さんがね。今あなたに三島さんが降りてらっしゃいますよね。え、君ら何なの。スピリチュアルカウンセラー。君は何なの。君は何なんだ。戦争前のことなんですけど、先輩の威厳ある大貴族たちと会食する機会があります。すごいね。まあ、いいとこの人なんだよね、三島さん。そうだな。まあ、すごいね、少年の身でね、この恐ろしく様子ぶった老人たちの前で食事をしなければならない、うん、緊張のあまり手が滑り、うん、お皿の上のカツレツが、うん、そのままそっくりお皿の外へ飛び出してしまった時には死にたくなった。しかしまた私はまた急いでカツレツをお皿に戻し、うん、そしらぬ顔をしていました、うん、っていうのが一つあり、うん、はいはい、次に大人になって、うん、銀座4丁目の交差点、和光の、うん、交差点を渡りきり、うん、和光の前の道端の銀色の鎖をスマートに飛び越えようとして、うん、無念、うん、足が鎖に引っかかり、うん、すってんころりと転倒したことがあります、うん、その時、うん、たちまち身を起こして、うん、そしらの顔をして歩き出した私の、うん、復元力の速さは見ものであって、うん、おおよその間100分の1秒ほどであったでしょう。だが、うん、その時に誰からも笑い声聞こえなかった、うん、自分の失敗とか恥を誰も笑ってくれなかった、うん、それカバーしたから俺が、うん、すげえでしょってまずアピールして、うん、だけど、うん、それを今思い返してみると、うん、人が私の失敗を笑う声をゆっくり聞いておかなかったということは、うん、人生に対して怠け者のすることです。私がもっと勤勉に人生勉強する気ならそんな時に自分の対面なんか構っているべきではありません、うん、私の失敗を笑う人間の顔こそ最も人間らしい、うん、愛すべき笑い顔なのですから、うん、これ好きだよ、うん、お、うんうん、いいんじゃない。うん、なんかその先行こうとしてるわけじゃん。そう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 、うんうん、やっぱ自分から逃げてないもんね。そう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 、なんか、いや、何でも逃げたのは自分でっていう、うんうんうん、逃げ方見事だったけど、うん、よく考えたら笑われた方がもっと人生勉強になったんじゃないかっていうことを言ってるんですよ、うんうん、でその人の失敗を、うん、笑ってあげるっていうことがどういう行為かっていう、うん、そのどんな功利主義者も策謀家も自分に何の利害関係もない他人の失敗を笑う瞬間にはひどく無邪気になり純真になりますと、うん、どんだけ偉い人でも自分が何か失敗した時に見せる嘲笑の笑いっていうのはその人の本心が現れてるから打ち解けやすい、うんうんうん、だから牛虎だよね。またそこ。じゃあお前が読ませたんじゃねえかよ。読んだことないのに。だなんかそのなんつうの、人間関係希薄で寂しくてしょうがないんでしょ。承認欲求というよりはなんつうのかな。君大好きなやつだよね、うん、寂しいんだよ。だからそうは、うん、そうなんですね、もっと分かり合いたいでしょ、うんうん、でそのみんな仮面外せって言ってるんでしょ本当は、うんうん、でも復元力早すぎて、うん、その仮面が気づかない。そうだよね、仮面をずれちゃったのシュッて直しちゃうっていうのがうますぎて、ずっと仮面戻しちゃう。本当は本心笑われたいんだけど、うん、ピエロンになりたいんだけど今笑われる機会失っちゃったっていうのを惜しいっていうことだよね。仮面かぶりすぎてそれが本当の顔だと思われすぎてて、うん、いや本当はもっとくだらない男なんだけどな、ツッコミが欲しかったんだよ、うん、だろうね、もうだからね、文学界の長寿としてずっとね、いや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 、どうする JB とちょっとつながるとこあるね。だからもうあんま神になっちゃって、うん、ツッコミいなかったんだよね。三島が自決した1970年の年に、うんうん、もっと俺に構えよう的な、平凡パンチっていう雑誌があったんですよね、うん、昔、うんうんうん、まあ、今でいうプレイボーイとかスパとかあんな感じですよね、うんうんうん、あれの読者アンケートで、うん、日本で一番ダンディーな男は誰かっていうのを、うんうん、アンケートを取った時に、うん、もうダントツ1位が三島由紀夫だったんですよ、うんうんうん、その、うん、もう日本のスーパースターだった男が、うん、ある日、うん、突然割腹自殺して死んだんですよ、うん、それぐらいの衝撃だったわけですよ、うんうん、それぐらい寂しかったでしょ。そう、
すごいよ、ね、誰も。いやでもその後80年代とか迎えたら大変だったと思うよ。大変だったと思う。じゃあだから論破できないやつはいなかったんですよ、三島には、うん、その若い力がこう全共闘で上がってきてんだけど、うんうんうん、東大でさ、うんうんうん、討論するんだけど、大体、うん、三島の方が正論言ってるっていうか、うん、お前青くせえぞ、うん、俺もそれ分かるけどみたいな、うんうん、でやり取りもするし、うんうん、で自分についてくるのは審判のやつ、縦、うんうん、の会とか作ったらちゃんと来るんだけど、その純真な力があまりにもまっすぐで見れない、うん、こいつらの物語になってやるっていうのは、うん、今いたらどうする、前に行く、三島がいたら、うん、その顔、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 顔芸、すごい、顔芸、三島が今いたらな、向いて向いて顔に向かなくていいよどうしますか、死んでるからね、面白いんであってね、うん、物語になった三島っていうのをちゃんと、上司だったら会社辞める、三島が上司だったら、うん、うわ、いやでも相当ひょうきんな人なんで、うん、多分俺オッケー仲間になってたと思うんですよ。お父さんだったら、親父だったら、顔顔よやだな、親父やだよね、嫌ですね。じゃあ息子が三島になったらどうする、息子どうやって止める、え、息子が三島になったら、そうだってお父さんもいるわけじゃん、だって三島さんにはいますね、45歳じゃん、うん、今の俺より年下じゃん、だからこのままだと息子が死んでしまうみたいなどういうふうに言って止めますか、止める、止めない、どう、そこからですよね、うん、止めるか止めないか、うんうん、止めない、あ、本当、うん、そのだって、うん、三島のやりたいことなんだもん、うん、止めらんないでしょ、もう連れたもう痛いことよくわかるし、うん、あ、なぜ死んだかっていうのはもう全部分かったんですよ、そうか、そうか、あ、だからそれは彼の作品を完成させなきゃいけなかったんですよ、自分の死で、あ、それによって死を超えた、超えようとしたっていうか、だから物語になったんですよ、この、あ、だからまあね、止めないですよね、うん、まあでもちょっと今日ちょっと思ったんだけど、こうやってだから命日にこのふざけた番組で、うん、大真面目に喋ってることが彼にとってはいいことなんだ、ね、そうだからそうなんだ、からやりたかったんですよ、だから、ね、もっとカジュアルに三島を語ってほしかったのに、うん、そう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 、もうなんかこう、なんかもうどんどん一人ぼっちにされ、空想化がやばくてっていう話だよね、そうなんですよ、だからちゃんと届いてますよっていう報告を ね僕はやっぱ個人的にもしたかったし、ね、みんなに、ね、兄さんに知ってほしかったっていうのは、うん、はいはい、ね、次じゃあいきますか、じゃあ最後、はい、あれなんでもう20分になりましたんで、はい、これまあ皆さんにね、うん、三島のメッセージだと思って、うん、はい、できるだけうぬぼれよ、うん、おー、あ、これは素敵、うん、いいと思います、うん、僕も、うん、どうぞお願いします、うん、うぬぼれるっていいよね、うん、うぬぼれというものがまるでなかったら、うん、この世に対して、うん、あ、この世には対して楽しみはありますまい、うんうん、自分が日本一の美男子だと思っていれば、うん、毎日が幸福でたまらないし、うんうん、日本一の美女だと思っていれば、うんうん、毎日をウキウキした気持ちで送れるでしょう、おしまい他にあるの、あの謙遜するね、うんうん、文化じゃないですか、うんうんうん、謙譲の、うんうん、だからそういうの一回ちょっと、うん、まあまあまあ、うん、待てと、やっぱり JB だよね、通じるじゃない、で、あ、じゃあ何、ちょっとあのあれですけど今日のちょっと最後の長くありますけど言いますけど、はい、女性の大抵の病気は、うん、またざっくりね、うん、あの街で会った見知らぬ女が、うん、自分と同じ洋服を着ていて、うん、しかもそれは自分より似合ってたり、うん、自分より美人だったなどという発見から生まれる、はい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 、女性がこういう目に続けて 2,3 度会えば寝ついてしまうに決まっていますと、うん、まあだから、うん、あれですよ、嫉妬とか、うん、そういうものですよ、うんうん、で、なんだ私の真似してるわ似合いもしないくせにと本気で言えるうぬぼれがあれば、うん、病気にかかる心配もありません、うんうん、だからジェラシーっていう病気にかからないと、自分が一番似合ってると思えばね、うん、っていうのと、男の病気もまた、
会社であいつは確かに俺よりできる、うん、俺より出世が早そうだ、課長に先になるのはあいつに決まっているなどというひがみから生まれ、うん、肝臓を悪くしたりするんです可愛いね言い方がなんだあんな野郎俺の爪の赤でも先日飲みやがれ、うん、と本気で思えるうぬぼれがあれば、うん、へいちゃらですと、うん、へいちゃらだ、何も自信を持てというのではない、自信とは実質を伴う厄介な資格である、うん、誰でもなかなか本当の自信など持てるものではない、ない、しかし、うん、うぬぼれなら、うん、気持ちの持ちよう次第で今日からでも持てる、いいね、私の鼻はどうしてこんなに低いんでしょうと思うより、うんうん、私の鼻はなんて可愛らしい形をしてるんでしょう、うん、アメリカの整形美容ってみんな高すぎる鼻を削ってるんだってね、うん、と思った方がいい、うん、しかしこのうぬぼれにもやはり他人の追証、うん、他人が認めてもらわなければ、うんが裏付けとして必要になるから、うん、他人と社会というものが我々の必需品であるという理由はそこにあります。なるほどね。うぬぼれを持つのはいいけど、うん、そのうぬぼれを誰かが共有してくれなかったら、うん、ただの独りよがりだよ。だから、うん、人は社会と関わ、うん、社会とか他人が必要な生き物なんですよ。でも割と真っ当な、いや超真っ当なバランス感覚か。だからコンプレックス、うんの話も昔したじゃないですか、うん、コンプレックスの美意識と審美感みたいなものが高すぎて自分を許せない場合、うん、身動きが取れなくなるじゃない、うん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 、それが高いから鍛えなきゃいけなかったと思うんでね、うん、これはだから自分の美意識の高さを克服するための戦いなんだよね、きっとね、うんうん、でまあその辺のことを言ってるんだろうなと思うけど、俺基本的にナルシズムって大賛成なんだよね。おお、うん、お前はそうだな。ああそうか。いや自分最高って言ってる人と一緒にいたくない？自分最低って言ってる人と一緒にいると疲れるよ、うん、いや最低って言ってるやつも疲れるけど、うんうん、その最高って言ってるやつの程度ですよね。面白いじゃん。面白い、うん、まあまあ、だからカラッとしてるもん。だからそれも書いてて、うん、その陰湿なうぬぼれと陽湿なうぬぼれがあるからそこは気をつけろみたいなの書いてて、じゃあ林やペーパーとか最高だなと思うもん、うんうん、うぬぼれでいくと、うん、うざくない？うざくてもなんかあれ JB 入ってるねピンク JB 確かにもじゃもじゃなだけやん。ピンク JB です。うん、でめちゃめちゃ楽しそうじゃん毎日ね、あのテレビで見る場だけだとね。だから林のペッパーみたいにうぬぼれて、うぬぼれてっていうか自分大好きみたいな感じで生きると毎日楽しいだろうなと思うし、うんうん、でもさそんなに大好きでもなくない、人間って自分のこと。だからそこを踏ん張れって言ってるでしょ。そうだからそこ俺痩せ我慢のしどころなんじゃないかなって、うん、そこれも痩せ我慢なんですよ。俺も最高って思ってた方が絶対楽やからっていう仮面をかぶれ。まあまあそうじゃん。だからそこはライダーになれば、そんな本音、もう自分なんて最低なんていう本音を、うん、くだめ屋さんって本音をぶちまけるぐらいやったら、うん、せめて、うん、最高やでっていつもご機嫌でいようよっていうのが三島の不動産教育講座の根幹なんですね、うん、素晴らしいと思う。だからそれを、うん、まあ、うん、でもさ、なんかだからもう一歩進めるとさ、本当はそのまんまの自分を受け入れてもらいたいっていう思いがあるんだったら、そうなっちゃってるやつのことは許してやろうよっていうさ。いやそれをなっちゃってるやつが腹立って仕方ない。だからそこは寛容に、あんな顔してんのに、いや俺がこんな苦労してやっちゃうのにっていうことでしょ。俺がどんだけに何重の仮面かぶってるか、ダサいダサいダサいの怒りでスーパーサイズになっちゃうぐらい。でも後年三島後年三島認めてるのよ。はい、あの僕とあの人は同族嫌悪なんです。いやいやそうでしょう。だからそれも分かった上で、うん、でももう一回仮面ステージに登ったから JB は JB であり続けなきゃいけないっていうことになっちゃった。じゃあ長渕矢沢対決じゃん、やっぱり。そうなの、うん、そうだよね。そうなんですよ、うんうん、そうだね。あ、いやなんか素直に甘えられるダサいが羨ましかったんじゃない、うん、いやそう、僕と死んでよ、うん、僕もやめてよ、死のうよ、何回やんねんってやつでしょ。それが羨ましかったんで、またかよみたいな、ね、で殴りたかったんでしょ。で本当のお前はもっと強いはずだろう、ダザイオサムっていう、オサムだオサムオサムだそんなんじゃねえだろお前の本当のお前はよってやったよ、うん、あ、だ一番組みしやすい先輩だったんですよ。あ、だからこれ本来なら、ね、喧嘩しやすい上だから、うん、しかも弱そうだから、うん、あ、じゃあ千春が拓郎に食いついくのと同じ。まあそんな感じ、そんな感じ。拓郎もな、お前もラッキーだよな、分かったよな、俺みたいな後輩がいてよなってやつだ。そう、なるほど。じゃあそういうさ、マッチングペアがさ、こうなんていうの、
ずっと続いてるわけね日本では、まあ、そのでもこのね長渕矢沢の対比って結局やっぱり三島太宰の対比なんですよね。おっと、ね、そうだ、まあ、そう感じるね。まとまっちゃったね。さっきの話の真逆のやつあるんだよ、あの太宰の話で。ちょっとさ、あの、うん、100分の1秒でバッて回復しちゃって、うん、あの人に笑ってもらえなかった、うん、それってちょっと人間強くないなみたいな話あったじゃん、うん、もっと笑ってもらった方が良かったなみたいな、うん、太宰がなんかどっかの小説かなんかでパンドラの箱かなんかで書いてたのが、うん、あの飛び箱かなんか飛ぶ時にわざとぶつかって笑いを取ろうと思ってみんな笑ってくれたんだけど、一、うん、人だけクラスメートの目が厳しくて一人だけわざわざとかって言ってわざとやったでしょとかって言われてめちゃくちゃ恥ずかしくてずっと落ち込んでたみたいな、人に笑われたけど落ち込んでたみたいな話があって、うわやっぱ真逆なこと言ってると思う。だからそれ気づいちゃったのが三島さんなんだよね。そう、わざだよ。お前今わざとやったら、そうそうそう、お前今ちょっと弱いところ見せようとしたら、せっかく仮面かぶったのに。怖い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 、それは黙っといて、黙っといてよ。みちゃんですわ、みんな楽しんでるのに。みちゃんですわ。でもこれ結論的なこと言うならば、三島的なやり方、太宰的なやり方、どちらか向いてる方をどうぞってことじゃないの。まあそれはそうですね。だから痩せ我慢ナルシズムで言ってもいいし、俺なんかダメだっていう、俺と死んでくれっていうのかどっちかで行けばいいじゃんって話じゃない。それは俺たちの先輩の教えてくれたことなんじゃないの。うん、そうですね。そうね、2人とも行き急いだよね。行き急いだな。行き急いだね、うん、だからこそ、だからまあ延々と語れるっていうのもあるよね。だからいっぱいネタ残してくれたんだなって話じゃない。うん、なんかそれは本当にね、普遍的なことについて悩んでた。だからね、日本に三島がいなかったら本当にね、うん、なんか一個、うん、なんだろうな、うん、あのな何かがなかったと思うんですよ。三島っていうのが日本っていうも、うんうん、まあ、昭和ですよね、うん、昭和の半、うん、だから昭和なんですよ。昭和の頑固やつでしょ。やっぱり70年代というか70年、うん、1970年にやっぱ一つ時代が変わったなと思ってて、なんかその辺のお話はどうですか、レイさん。ね、あ、70年、75年に変わったとかね、いろいろあるよね。うん、その70年に安保でしょ、万博だからそれまで その深刻な空気っていうのが一気にウェーってなっちゃったっていう、まあ、その後オイルショック来るからね。でそれで 俺的には80年代じゃないのって。だから俺はなんか松田聖子の登場で本格的に変わったなっていう。だから松田聖子の登場の時に三島さんいなくてよかったなっていう、大変だったろうなって。もなんかあのタノキントリオとか見てたったらどうすんだろうなっていう、何書いてましたかね。ね、本当にエッセイも何でも、ね、だからその時代の人たちがあの80年代にどうすんだみたいな感じになってたじゃない。もし今日生きてたら90歳の誕生、うん、誕生日じゃない、90歳なんですよね。だから、うん、まあね、どういうふうに、ネットとかね。でも寂聴さん生きてるからね。寂聴さんは三島の同じぐらい大ファンで、うん、ラブレターめちゃめちゃ送って、うん、で三島がそれを読んで丁寧に返して文通が始まり、うん、っていうとこから文学が始まるんですよ。うん、だから三島だからもう大スターで、うん、三島への恋心から寂聴さんの人生が始まったと言っても過言ではない。うん、とか、あとその、まあ、村上龍ですよね。うん、村上龍も三島の大ファンでとか、あの脇がの系譜でしょ。脇がの系譜。そう、あのクゼがね、よく言う脇が文学の系譜って。ほうほう。なんか読んでて脇が臭いっていう。さっきのここ男性の部室みたいだって言ってたじゃないですか、はいはい、三島さんからもとても脇がの匂いがするんですよ。だからとても落ち着く時もあれば、なんかちょっと脇がするなっていう、男子皇室文学、そうそうそう、硬いすごいなっていうのがあって、村上龍にも龍さんにも感じるんですよ。それが良かったりもするんですけど、うんうん、僕はどっちかっていうと村上春樹だったりとか太宰が好きだから、そう、春樹ストなの。そう、あんまり春樹ストなの。だから君とあれなのね、もうここ全然違うんで。そうなの、うん、羊男感あるもんね、ちょっとね、イルカホテルな感じで、ね、中性的だし。そうかもしれないね。あるいはね、あるいはね、あるいはね。それでは、あ、今週これくらいにしますか。はい、脇がで思い出したんですけど、はいはいはい、あの仮面の告白っていう、うん、小説がありまして、うん、まあ、これでまあ一つ三島っていうのが世にガーッと売れたんですけど、仮面の告白の描写で、まあ、これちょっと自分がゲイであるっていうことを、うん、その告白するというか、うん、なんでその男に惹かれていくかっていう過程を描いてるのが仮面の告白なんですけど、うんうん、ちょっと憧れてる
あの不良の先輩がいるんですよ。で近江っていうやつで、こいつと体育の授業と一緒で鉄棒にバッとこう、うん、あの筋骨隆々の体で、うん、ムキムキな近江ってやつがこうぶら下がるんですね、うん、そこでこうバッと脇毛がファッて出ると、うんうん、それを見て、うん、ドキッとするわけですよ、少年は。らしいね。なんだけどその時の三島 の, その仮面の光学の描写が、はい、その、うん、あの開かれた夏草の茂りがって書いてて、うん、イタリア脇毛を夏草の茂りと表現する三島由紀夫ですっていうのが素晴らしい。まあ、そこで俺は面白いと思ったんですよ、うん、それが一番最初にやばいと思って、うん、やばい、面白すぎるこんなの、兄さんやばいよ、うん、っていうところから皆さん、ね、ですね、笑ってやってください三島を、こんな表現むちゃくちゃだなとかね、そうなんだ、そして最後に泣いてください、はい、そうですね、はい、ありがとうございました、はいはい、どうしようマレのドラの話